で、最終で、当時は3月15日以降に行くと、チームは、シーズンを意識して、シーズン通りのメンバーっていうか、人数もするっつったんで、で、そこに行けるか行けないかが瀬戸際だったんで、で、その時最後の試合が浜松で試合だったんですよ。で、ピッチャー松坂だったんですよ。で、僕もスタメンじゃなかったんですけど、4回ですよ、4回。で、4回ノーアウト1、2塁になって、バッター山崎さんだったんですよ。たけし、はい。で、山崎さんが星野さんに呼ばれて、たら、山崎さんもうなずいて、したらそのままベンチに来たんですよ。そしたら、代打坂東だっていう。で、星野さんに言われて、で、代打坂東して、失敗したら分かってるなって言われたんで、うわ、怖プロ。だからもう、あれですよね。うわ、プロもう2年で過ぎて丸坊主して勝負の年1軍に食らいついてて、嘘ついてリフトできますって残ってて、山崎武を変えて4回に。そうです。で、もう送りバントしろって言われて、まあ、ダメ、要はダメだったら2軍だっていうのうをわ、そこで言われ怖て、い。ピッチャー松で、坂。松坂ですね。おお。ほんで、初球に僕、まっすぐ、早いじゃないですか。はい。まっすぐ待ってたら、あって思った瞬間にスライダーだったんですよ。ほう。そしたらコツンって当たったんですよ。ほう。先っぽに。ほう。いいバウンドですよ。本当にスライダー投げてくれてありがとうですよ。ほう。まっすぐだったらまっしん当たって、浮いてあげてた。どっか行ってましたよ。ほう。はい。でも本当、運が良かったです。これは。松坂のスライダーですよ。そしたら本当にコンツって、フィールディング松坂もどこも、もう見向きもしないでファースト投げられて、初めてですよ、やった瞬間にファーストベース走りながら、なんつうか、はぁっつって、はぁっつっ初て、球そうです。でも本当にね、持ってるで、本当なにあの時は松坂に感謝ですよね、スライダー投へえげてくれて。いやいや、そんなこと相手も思ってないと思うし、だから星野さんのやり方も負け癖つけたくないから、オープン戦から勝ちに行きたいし、そうですね。最後のチャンスどこまでいけるかやもんね。そしてからですよね。結構行ったら気楽で打てるようになったっていうか。いろんな背負ってたものが一回そうですね。下ろすだことからができ本当た。にその後に、6打席か7打席ぐらい連続でヒットが出て、ほう。